なみかです。今日はですね、電子レンジだけで作れるキャベツ入りの簡単シャキシャキオムレツをご紹介します。はい、材料はこちらです。まずキャベツ千切りが 100g ですね。これは、コンビニに売ってる千切りキャベツを使ってます。で、ハムが2枚。で、豆乳が、大さじ2杯。牛乳でも大丈夫です。で、オリーブオイル。こちらは適量ですね。だいたい大さじ1杯弱ぐらいですかね。はい。で、塩コショウが少々。で、マヨネーズ大さじ1杯。卵2つとスライスチーズ1枚です。はい、ではまず耐熱の器にキャベツを入れてラップします。これをラップします。これを電子レンジ500ワットで2分加熱します。で、ハムを適当な大きさにカットします。はい、こんな感じにカットします。で、ボウルに卵を割ります。で、軽く溶きほぐします。ここに豆乳加えます。で、塩コショウ少々。で、スライスチーズをね、適当にちぎって入れます。で、ハムも入れます。混ぜます。はい。はい、混ぜました。温まりました。そしたらここにマヨネーズを入れます。で、マヨネーズを入れて混ぜます。で、全体的にマヨネーズが行き渡ったら卵の液の中にキャベツを入れます。で、混ぜます。はい、こんな感じ。混ざれば OK です。耐熱のお皿にラップを敷きます。ちょっとね、溝のある耐熱のお皿にラップを敷きます。で、ここにオリーブオイルを流し込んで、軽くこうやってね、オリーブオイルをなじませます、ラップに。で、そしたらこの中に先ほど作ったこの生地を流し込みます。で、そしたらここにまたラップをします。はい、これを電子レンジ500ワットで加熱します。はい、できました。そしたらこれを取り出します。で、まあね、このままでもいいんですけど、今日はね、せっかくなんでこれを移します。はい、よいしょ。裏返します。はい、こんな感じに仕上がりました。ではね、ちょっとケチャップを使ってデコレーションしたいと思います。こんな感じで完成です。イースターのドームオムレツの完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、ということで電子レンジだけでできるシャキシャキオムレツをご紹介しました。で、今回使ったキャベツなんですが、今コンビニで千切りのキャベツって売ってるじゃないですか。あれを使いました。で、買ってきたキャベツを千切りしても OK です。もしね、キャベツとか余っちゃうっていう時はね、たくさんこれキャベツ使うのでいいかなと思います。あと細かくね、ちっちゃく切ればお弁当にも使えますのでね、ぜひ作ってみてください。この動画が参考になったらいいねボタン、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。 SNS、インスタ、ツイッター、ブログ、フェイスブックやってます。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもね、チェックしていただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。 Thank you.